皆さんこんにちは。こんにちは。かのです。あきらです。今日はレゴフレンズシーズン4の第7話を見ます。6話は何ですか？ジャングルに嵐が来て、エマとイーサンが洞窟を見つけて過ごしたっていう。で、リバのお父さんお母さんがカーターとアルバじゃないかってカンちゃんが言ってた。さあ、その両親の正体は明らかになるのか。では第7話見てみましょう。おい。何これ、ヘンテコ山の秘密。あ、人気者になるのって、うん、超難しいっしょ。みんなにそっぽを向かれるとしたら自分のせい。どうした？スケジュールが遅れてるわ。最新型マシーンなのに、まったく、あんたたちがチンタラしてるせいよ。すみません、はい、もっと頑張ります。何？うわー、何これ。何してんの？はーい、ミアとリバー、お願いがあるんだけど。ごめん、今は無理、後でね。ねえ、あたしと一緒に。チーズの彫刻って難しい。チーズステファニーは、それって何してんの？見てわかんない。走り幅跳びの世界記録を目指してるのよ。何を大きいのお盆を持って。なんで？そりゃ新記録だわ。そう、じゃあ今は忙しいってこと？乗ってきたわ、行くわよ。怖い。なんか集中してるみたい。近寄らない方が良さそう。こうなったら決めた。人気者になるための動画、可愛く撮ってみせる。一人でやってミッション。頑張れ。あー、うわあれ、ここって、ちょっと待って、これって変。すごい。ほら、ご覧なさい、危うくフレンズにバレるところだったじゃないの。私たちが自然を破壊して鉱石を掘っていることがバレたらおしまい。誰か来たらこのボタンを押して攻撃しなさい。わかったわね。はいっす。やば。すげー、ボタンって赤いのだっけ、青いのだっけ。早っ。やば。青押せ、青。みんな一緒に来て。もう少しかかる。大変なの。ごめんね、待ってて。ええ、後で行く。ダメ。ここは今連携が。マジお願い、あっちの山の方へ行ったらね、突然こう、これ見て。証拠取れてる。あー、うわー。あれ、ここって、あれ、もう一度見せて。あー、うわー。面白すぎ。ちっともだけど。だけどこの穴は確かに自然に開いたものじゃない。無事でよかったわ。ほわわ、もっと深い穴だと思ってただよね。うわー。行ってみましょう。これには何か仕掛けがある気がします。やっと、やっと。そんなの移動してきた。あ、見て、あそこ変だよ。変って何が？
わあ、ほんと変だな。怪しいですね。あれ、私の落ちた穴は？うわあ！怒るよ。なんか飛んできた。重要な手がかり。ズバリ、ポテトチップス。だからそれってつまり濃厚チーズ味。上位の大好物。うわあ！レーザーマシンで山を砕いています。やば、ひどい、自然を破壊してる。危ない。あんなに破壊していてなぜバレなかったのでしょう。なんか映ってる。立体映像で隠してたんです。なんて大胆なことを。アルバが悪さしてるっていうのは間違いないと思う。ハートレクシティの綺麗な山が危険な山に。すぐに止めましょう。上位止めるってどうやって。お、ここからが腕の見せ所。盛り上がってきたって。私映んないし。カメラ意識して穴ほじんなんや。あのレーザーマシンは自動運転のようです。私の計算によるとレーザーの角度を変えれば工事を止められるはずです。手鏡を持ってる人。一番は常に私がいいのに。縁の下の力持ち大会なら一番になれるよ。まあ、オッケー。やってミッション。メリー、届かない届かない。もうちょっとダンスっぽくリズミカルにできない。せっかく動画撮ってるし。マジ簡単なことっしょ。ほばーん。バッチリ。できないよ。私と代わってやってみたら。遠慮しときます。頑張って。もうちょっと右。うわっ、あと3センチ高く。3センチ。うわっ、いけた。うわっ、なぜ山をあんな風にしたんです。ひどいじゃありませんか。公式設計木はまた生えるわよ。進歩に犠牲はつきものでしょ。だいたい誰もあんな山なんか興味持ってなかったじゃない。何をしようとしていたのか説明してください。ミッションタイムです。アルバ議員は鉱石を発掘して何をしようとしているのでしょうか。鏡塚さんに持っていく。なんかアニメが違うぞ。お金にする。お金のためじゃないの。鉱石を掘ってそれを売るってこと。加工して売る。加工して売る。なんかあれじゃない、最新の機械の材料になるとか。アルバロボット。ヒントは何かを作る材料として鉱石を見つけてました。何を作るためだったのか。ロボット。ロボット。ロボットを作る材料として発掘していたってこと、うん、じゃあ続きを見てみましょう。何をしようとしていたのか説明してください。聞くまで帰りませんから。じゃあ教えてあげるわ。特別な鉱石を掘っていた。ただそれだけよ。それを使えばスペシャルなゴルフクラブが作れるわ。ゴルフ、思いのままに打てて UFO だって撃ち落とせる。すんごいゴルフクラブをね。そしたら私はゴルフ大会で優勝して人気者に。
人気者になれば、ハートレイクシティは私のもの。そんな人気者になりたいためだけに大切な自然を破壊するなんてひどすぎます。言うように人気者になるためには目立たないといけないのよ。普通にゴルフすればいいのに。やめて、忙しい私には無理よ。練習する気もないしね。あなたは科学者でしょ。だったら環境破壊の怖さも分かってるはずです。ねえエマはどう思う。あ、エマ何考えてるの。あ、いいアイディアが浮かんじゃった。アルバティも手伝って。あ、私が手伝う。手伝った。手伝ってる。なかなかのアイディアです。いい感じ。町中の注目を集めること間違いなしね。あ、彫刻的な。すみません、細かいところだけど、ここの部分の内側にラインを入れてください、うん、はあ、もうちょっとダンスっぽく楽しくリズミカルに。イエーイ、代わりに踊って盛り上げちゃう。俺だって、くるくるくるっと。じゃあ、はあ、こうして完成したのはこの町を発見した探検家5人のモニュメント。どう、素敵っしょ。私たちこの5人をお芝居で演じたことがあって。ああ、またしてもフレンズたちにしてやられたわ。見てなさい、いつか私だってモニュメントになってやる。人気者にもなりたいけど、それ以上に私この街や自然をもっともっといいものにしたい。よし、みんなでやってミッション。いや、ようできたわ。うまい。ゴルフクラブを作りたかったそうです。はぁ、もう呆れた。アルバギーなんかどんどん暴走が止まんなくなってるね。それな、ぶっ飛んじゃってるね。びっくりしたわ。ちょっと久しぶりに出てきたと思ったら山を掘ってたね。それな、破壊してた。最後なんかすごい壁画みたいなのね作って。あれ上手くない。多分素人には無理だよね。今日はレゴフレンズシーズン4の第7話を見ました。続きも一緒に見ようね。バイバイ、また見てね。また見てね。